どうも、バーンです。さて、えー、今日もですね、格安スマホ、MVNO ですね、通称、電車通勤必勝法、これについてね、考えていきたいと思います。前回の動画ではですね、駅のホームの立ち位置で、どのあたりが、えー、電波を噛みやすいか、ホームの端っこの方が噛みやすいというお話をさせていただきました。で えー、今回はですね、電車に乗る場所ですね、戦、え、闘、ー、車両、最後尾が、えー、どちらかがいいっていう風に前回言ったんですけども、最後尾と戦闘、えー、車両、どちらがいいかっていうのをですね、えー、電波のですね、スペシャリストの番がですね、えー、検討、そして解説、考察していってみたいと思います。 え図式です。で、こちら電車で線路で、でこちらがね基地局というようなね、えー、模式図を書いてみました。で電車の進行方向はこう進むと仮定いたします。でねもうこれ明らかですよね。えー、先頭車両に乗った方が先頭車両のしかも一番前に陣取った方があ格安スマホで電波をかみやすいという考察が え、考察じゃないや、えー、家庭、家庭中か仮説ですね。これまだあの、検証中なんですけどもね。昨日、今日ぐらいからね、えー、ちょっと、いろいろ、え、実感、実感を交えた、あのー、検証をしているところなんですけれども、えー、もう早速ね、やっぱり先頭車両はとにかくね、あの、安定してるなっていう実感はありました。またね、えー、明日以降、最後尾車両とかに乗ったりとかして、 で、えー、違いをね、えー、いろいろ考えていってみたいと思いますけれども、これはですね、の1回や2回の,の、えっと、実験ではなかなかわかりにくいと思いますので、ぜひともですね、視聴者の皆様もですね、えー、ぜ,ぜひともですね、実践してみてください。えー、先頭車両、えー、それから最後部車両、どちらがね、の電波を噛みやすいか。えー、バンの仮説は当然、先頭車両の一番前です。なぜかというとですね、 基地局は当然動かないわけですよね。で、もうね、昨今、通勤電車の電車の中、もうほぼ全員の方がですね、まあこういう、えー、スマホをですね、まあ一生懸命ね、まあこうやって、えー、動画視聴したりですとか、いろいろやっておられるわけですよ。で、そのね、競争に打ち勝たなければならない、他人を蹴落とし、格安スマホでも キャリアのスマホにに負けずず劣らず電波を噛みに行くんだこれが、えー、テーマですね。では、戦、え、闘、ー、車両がですね、えー、なぜ、えー、電波を噛み合わせるのか。これはもう当然ですよね、えー。電車の中にはですね、えー、この辺の電車以外のところに比べて明らかに大勢の方が非常に人口密度が高い状態で、 えー、非常に高速でですね、えー、線路の上を走ってるわけですよ。まあ言うたら、このすし詰めの状態のですね、中に、えー、スマホを握った、えー、乗客で、しかも電波を噛もうとしている方がですね、大勢いて、それがダーッとこうね、前の方に突き進むわけですよ。ということは、当然、早いもん勝ち。 先に電波を噛んだものがやっぱり優先されるんじゃないかなと。後の人ももちろんね、そこに割ってくるわけですけれども、どうしても後から噛みに行こうとした人が、えー、蹴とされてしまうようなね、その確証はないですよ。ないですけれども、そういう、あのー、まあ、言うたら電波的にはですね、まずは最初にその人を噛ませに行こうと。何しろ近いわけですからね。で、しかも、この、 携帯電話の,の電波の、えー、領域っていうのはですね、周波数領域っていうのは直,線直進性の非常に高い、えー、言うたらの遮蔽物に弱いんですよね。だから本当は窓際とかに陣取った方がまあ一番いいんですけどもそう、そうは言ってもですね、やっぱりの、えー、奥の方へ順にお詰めくださいとかってね。 それが電車の中のマナーですよね。なかなかそういうわけにはいかない。まあ、それは、あの、の、マナーよく、窓際を陣取らないようにはし,したいんですけれども、えー、先頭車両のやっぱ前の方、ここでやっぱり陣取るのがね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で、えー、まあ今日の話はもうそれだけです。あと、ぜひとも皆様の、の、経験則、それから、 明日ぜひね、えー、やってみて、そして、えー、違いが実感できるかどうかというのをですね、のレポートをしていただければな、というふうに思います。バン t v をご覧の視聴の方でしたら、格安スマホの方も多いかと思います。そして通勤で格安スマホをね、使われていて、なかなか繋がらないな、と。 いうふうにね、思われている方も多いんじゃないかなというふうに考えられますので、先頭車両の一番前、ぜひともね、えー、果たして今までとどういうふうに違うのかというのをですね、レポートしていただければというふうに思います。僕もまたね、えー、1週間ほどやってみて、レポートをしてみたいと思います。本日の動画は以上です。えー、ではまたバイバイ。